岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は旬の食材と直売所というテーマで、笠岡市河野島外浦にあります水産物直売所外浦朝市について、笠岡市漁業協同組合の原田公子さんにご紹介いただきます。原田さん、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、早速ですが12月にかけての外浦朝市のおすすめの食材を教えてください。そうですね、これから旬を迎えるのはやはり何といってもガザミですね。はい、ガザミは一般的には渡りガニと呼ばれていて、11月12月と水温が下がるにつれ甲羅が硬くなって身が詰まりとても美味しくなります。はい、これからの時期ぜひとも多くの方に味わっていただきたい食材です。ガザミ美味しいですよね。では原田さん、おすすめの食べ方を教えてください。はい、蒸し器で蒸してもいいのですが、はい、鍋で簡単にできるゆでガニがおすすめですね。まず鍋に1センチぐらい水を張って、甲羅を下にしてカニを入れ、蓋をして強火にかけます。沸騰したら中火に落とし15分加熱すれば出来上がりです。新鮮なものは塩を振らなくても大丈夫です。他の種類のカニに比べ身がとてもホクホクとしていて旨味たっぷりで絶品の味わいです。ガザミを食べるともう他のカニは食べられないという声もよく頂戴します。もう聞いているだけでお腹が減ってきましたが、このガザミは笠岡市漁協が運営されている水産物直売所外浦朝市で買うことができるんですよね。はい、外浦朝市では先ほどご紹介した食べ方でガザミ本来の美味しさを味わえるよう生きたままの状態で販売しております。生きたままですか。もうそれは新鮮そのものですね。ではガザミ以外のおすすめの商品も教えてください。はい、この時期ですとご紹介したガザミのほか、ゲタと呼ばれている下ビラメや、イイダコなどがおすすめです。はい、外浦朝市ではガザミのように生きたままの状態で販売するなど、笠岡諸島近海のさまざまな魚介類を鮮度にこだわって販売しております。はい、外浦朝市というもう名前にありますけれども、朝だけの販売になりますね。では詳しい営業時間など教えてください。はい、祝祭日を除く毎週火曜日の午前9時から10時までとなっております。はい、ただし前日が大しけの場合は休業となることがありますので、お気軽にお電話でお尋ねください。場所は笠岡諸島に最も近い河野島外浦港になります。カーナビでお調べになる場合は笠岡市漁業協同組合または笠岡市河野島外浦2885-11の住所でご検索ください。皆様お誘い合わせの上ぜひ外浦朝市へお越しください。はい、外浦朝市について詳しくは笠岡市漁業協同組合荷さばき所電話番号 086569-7321 086569-7321 までお問い合わせください。お話は笠岡市漁業協同組合の原田公子さんでした。原田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、聞き手は中村恵美でした。